サッカー J3 リーグの開幕を前に、昨日アスルクラロ沼津が市内の神社で今シーズンの活躍を祈りました。チームを運営するアスルクラロ駿河の山本博義副会長や菅井拓也選手ら4人が昨日沼津市の比叡神社を訪れ、今シーズンのアスルクラロ沼津の活躍を祈願しました。チームの思い、選手の思いを光り込めて1年間勝利を目指して戦うことを祈願してきました。去年の順位をしっかり上回ること、上位に食い込むことを目指して、その先に優勝があると思ってますので、まず一戦一戦しっかり頑張っていきたいと思ってます。 J3 リーグの開幕戦は来月12日土曜日で、アスルクラロ沼津はアウェーで SC 相模原と対戦します。